溝口直春は、江戸時代中期の大名、越後国柴田藩七代藩主。官位は、十五位下、出雲守。教法元年、溝口千勝の次男、千秋の孫、溝口直道の四、男として誕生した。陽名は亀之助。通称は主前。教法十七年七月五日、六代藩主、溝口直寺の末期にあたって、休養士となり、 本家の家徳を継ぐ。この折には同じく文家の旗本、泉元長も養子の候補として上がっていた。同年12月9日、元長に2000病を加増したのは、そうした経緯への配慮とも考えられる。同年7月21日、八大将軍、徳川吉宗に、おめみえする。同年12月16日、従法した出雲守に上任する。教法18年、 江戸城、堀りさらいの鉄大武神を務める。同20年には、幕府領春寺方神殿の建地を命じられ、翌元文元年には、この建地で打ち出された16,850国余りを幕府より預けられる。同3年には、小阿賀野川の不信を幕府より命じられる。同5年、仙台以来数度にわたって預けられてきた幕府領の預かり地。 計8万3400国余りを幕府に返上した。関延元年には、神奈川塾において、朝鮮施設の接待役を務める。法歴4年には52カソン1万国余りが、幕府に上置され、大地として33カソンが下される。同6年にも15カソンが上置され、大地として31カソンが下された。法歴11年1月23日。 直春は病心を理由に家督を、長男の直お会に譲り、隠居した。安永9年9月4日、65歳で死去した。直春の治世は、はじめは前代に続く連年の水害の影響もあり、財政難が続いたが、その後一時水害も減って豊策が続き、家臣からの借り上げも停止された。しかし、豊策が反面で、米価下落をもたらしたことから、 財政状態は再び悪化し、ことに、前代の阿賀野川改修で松ヶ崎掘割が本流となってしまったことに伴う、諸工事をはじめとした負担も大きく、さらに再び大水害に襲われたこともあって、半地借り上げという形で借り上げ制度が復活強化された。こうした財政難に対し、藩は藩主からの借り上げや有力農民、町人からの権能以外に、 有効な策を持たず、本格的な財政改革は時代に持ち越されることとなった。なお春には八男四女があった。完成重修書家府では聖徳四年生まれとするが、ここでは柴田藩5記録によった。以下の子女の記載、順序は上記5記録による。完成重修書家府では七男四女であり、順序などにも異動がある。 またこれ以外にも創生した男子がいたとも伝えられる。ありがとうございます。